おはようございます。今日も奥入瀬渓流に来ました。で、今日初めて渓流釣りをやるっていうチャス君と一緒に来ました。はい、で、チャス君に渓流釣りに行こうって誘ったら、こんな道具用意してきました。はい、披露してください。水渓という 6.7 メートルの竿ですね。お店の店員の人に紹介してもらって、で、仕掛けはポン仕掛けのものを買ってつけて持ってきました。で、あとはこれのみですね。ああ、でも一番いいポイントは偏光グラスですね。偏光グラスは安全器具なので、川に入った時はなるだけかけた方がいいです。できれば一番最初に買ってもらいたいのは上田。上田はこれ私の貸したんですけど、上田は本当にないと危ないんで、まあ何の釣りでも使えるんで、釣りするんだったら上田からまず買ってもらいたいですね。あと釣り竿ももうちょっと頑張ればもうちょっと使えるのが買えたかな。で、店員さんに相談しても仕入れ価格安くて販売価格高いのしか持ってこないんで、できれば教えてもらったら、まあ、中古屋さんでも使えるのなんぼでもあるんで、同じぐらいの値段だったら、でそこから始めるのが、まあ、一番ベストですね、はい、場所を変えました。とりあえず上流に来ています。1個あるのがこういうところ、大場所っていうんだけど、10人の釣り人が来て100回竿を出す場所。はいはい、ヨバの他のとこ行って、あやっぱりっていう、こう出す場所は魚もちろんいるんだけど、それとめっちゃ釣れてるから、でそっから釣れるのが1個。あともう1回のが、みんな流針とかの深いとこ狙うんだけど、深いとこに魚いないから、で浅い駆け上がり駆け下がり、まあ海でもそうだよね、駆け上がり駆け下がりのとこに魚つくよね。もう一緒、流れの力でゆっくりした状態で吹かせながら、そのヤマメならヤマメの魚の鼻先に餌持ってったんや。そうすれば食ってくる。あともう一つね、振動っていうのがあるんだよ。振動、こう歩いてる。そう体側の耳が振動を感じて、で魚がそれで警戒するの。だから釣り場で走るなとか騒ぐなっていうのはそういうことよ。ただここの渓流に関しては基本的に流れが速いから、下から上に行く分にはそこまで気をつけなくていい。全部音ってほら波動だから流れちゃうから下に。でもう一つ強いのは、奥入瀬渓流観光客が来て、トラックが来てバスが来て修学旅行生があるから、振動には超慣れてる彼ら。今の流れで説明すると、ちょっと下まで来て、あそこの石の前でさ、これですか、流れがこう縦にふやふやして流れってあるじゃない、こうなって縦に なってるやつ、はい、あそこに入れるから投入点は。そこに入れたらこう流れてる、流れて反転して石の裏の方で漂うはずなの、が持ってかれて向こうの下に入るとか、うん、で今言ってるのは奥の流れと手前の流れの間のとこでたるみができてるように見えるけど、要は流れ同士が押し合ってて、そこに縦の巻き返しができるんだよね。でその縦の巻き返しの下に入れる。で手前の方でモワモワしてるのが、その縦の巻き返しが逆になってるから吹き上がりになっちゃってる、水が余って。うん、でその縦の巻き返しを狙ってどんどん入れてる。これは先週から使ってる報酬のある仕掛けだから、先々週か、仕掛けがとっか言ってない、とっかえてない。針は大丈夫なんですか？ああ、針っていうのはね、刺されんじゃなくて刺すもんだから。うん。発見刺されるもんではない。違う、刺すの。ヘラやると分かるけど、ね、針が刺さる感覚があるんだよ、ヘラやると。針のかかる感覚。あ、そう。だから、浮きが反応があって、グッてやって、竿を。にテンションがかかって糸が伸びて魚の口元で針がかかるっていうのが感じるんですね。感じる。だから別に何の釣りでもいい、手入れしなくていいんだよ。何の釣りでも一匹釣ったら一匹分だけ上手になる。今ブドウムシですね。川釣り、渓流釣りでブドウムシはほぼ万能や。本当に虫の形がなくなるまで釣れる。あ、もう一個。こっち引くときはこうやってこう、こうね。で、こっちから順番に伸ばす。折れるから。気をつけて伸ばしたり、
変なのもしかたすると、あの節打ちっつって途中でバタバタバタって落ちちゃって餌を売れるので、必ずここから死ぬ。そうそうそう、順番に死ぬ。で、持ちそうなのあの、ここの口のところ、必ずここの口を押さえてる。こういうふうに。そうそうそう。そうすると節も動かないし。で、ここのね、とこう折るから。折る。割れちゃうから。薄いじゃん。トラブルと。トラブルとか、うん、下手すると。肘にかける片手でやるときは基本的にはこう持ってくるけど両手で糸が長いときはこう持ってくるで、こういうサバとか入って調子があるときはここ持ってくる。そう、持ち方がやり方によってある、うん、うん、プラーンってお、なんだろう。あれ。したい。はい。ヤマメです。おお。ヤマメ。何センチかな。スパンで22あるか24センチぐらい。グッドサイズですね。グッドサイズ。こいつらやる気があるから飲むんでやる。おお。おい、おめでとう。持ち上げない。泳がせる。あの頭出した状態。いや、な、魚の頭を出して空気吸わせて。持ち上げない。ちっちゃくても持ち上げない。水面を滑らせるの。あ、はいはいはい。あ、畳んで。畳んで。もっと。あ、いた。おめでとう。パスフィッシュ、おめでとうございます。泳がない。24。いいサイズだね。うん、全然いいサイズ。ちょっとやってるとこれでかいな。あ、けど太いだけか。26。おお、飛んだ。これは、あ、でも27だ。いや、くちばしが合ってない。8じゃん。あ、7か。75。75。おー、ナイス。
お、でっか。サカンじゃないやつ。余裕であるでしょう。持つ、うん、はい、はい、ちょっといい、置くよ、うん、せーの、はい、お、でっかくない、でっかいですね。竹山め 3回連続。あ、でっか。ちょっと細いね、でもね。あ、ちょっと痩せてるね。時期じゃないのかな。あ、いや、もうこれで終わりなんでしょ。だからもう痩せちゃったのに、もう産卵しないからね、こんな大きくなると。あー、そっか。いい？うん。おー。おー。でかっ。4、5。35。おお。でかっ。ビビビビビビビ。でかいっすね。でかいっすね。もう測らなくても、もう尺超え分かってたもんね。うん。ただ、痩せっぽっちだね。まあ、おじいちゃんだよね。うん。もうこれでーす。ちっちゃいのが飲まれちゃって、エル抜けちゃったんで。よいしょ。はい、どうでしたか、今日の渓流釣り初体験は。楽しかったですね。ね、楽しいでしょ。はい。カニ釣り全然楽しいでしょ。はい。うん、良かったね、最後尺が見れて。本当にねえ、俺が釣ったけどどうせなら釣るとこ見たかったですね。ああ、だって自分もいいのかけてたからね。あ、うん、でも、え、続ける？全然もう一回やりたいと思います。あ、じゃあとりあえず上田買おう。はい、安全具だから、はい、うん、今度はこれを揃えて。そう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 、何でも使えるから、サーフもできればボートでも上田使えるし。うん、じゃあ今度また来ましょう。はい。で、今日の朝刊はこれだけです。あとリリースしたのが何になります。じゃあ、うん、バイバーイ。ありがとうございました。